自分も会社を立ち上げたこともあって、なんかすごいそういう意味でもこう都会で頑張って生き抜いている女性っていう部分に関してすごい共感できるものを感じたので、なんかこう役作りをうんぬんとかいうことよりも、なんか本当にこうすっとなんかありのままの自分として入っていけるなって思える部分があって、彼女は大学、入学のために出てきてるわけですけど、まあ、私も仕事のために、まあ、16ぐらいで出てきたので、まあ、そういう部分、東京に対して憧れを持つ感覚とか頑張って合わせちゃう感じとか、なんかそういう細かいところも含めてなんかこう分かるなと思う部分が演じていてもすごいあったりしたので、ピタッとくるものがあったんですよね。いつもだったら割と緊張してしまうタイプで、やっぱり演じるってことに対してやっぱり未だにすごいちょっと恐怖があるというか、どちらかというと苦手だなと思うことだったというか、苦手というか自問自答を繰り返す、割と苦しいですよ、私なんかお芝居をしてる時って。役者のお仕事って言ってもやっぱり毎回ね、役とか作品が変わることによってその取り巻く環境も変わるし、自分がその中で学んでいかなきゃいけないことを体験すること、それは時代も含めてやっぱり全然変わってくるので、毎回がやっぱり新しい出来事なので、そういう意味でもこう気を抜けないというか、そういう思いが結構いつもお芝居する時はあったんですけど、でも今回のあの子は貴族に関してはなんかこうスッと入っていける感じがあって、それは多分それで監督が作るその雰囲気もあったのかもしれないんですけど、とてもリラックスして肩の力を抜いて本当に何もあまり考えずに、こういう風にお芝居できるんだなっていう、なんかこういう環境があるんだなっていうのもあったし、あとは本当に自分とリンクしてたから、そういう意味でもこうかけ離れ、あまりにもかけ離れてる役とかだとどこをどうするかみたいなのってやっぱり出てきちゃうんですけど、あとまあ女性だから分かるみたいな描写も結構あったりするので、そういうところは本当に袖さんとなんかちょっと笑いながらこういう感じあるよねぐらいの感じで、じゃあやってみようよみたいな感じでやってたので、そういう意味で意思疎通は結構できてたんじゃないかなと。門脇さんはあんまり一緒のシーンがなくてかっこいいなって感じでした。本当に間近で一緒にお芝居させていただいてて、花子ってすごい難しい役だと思っていて、いわゆるお嬢様みたいな役っていうのは見たことがなかったし、どうなるのかなっていうのを思ってたので、実際目の前に現れた時の仕草となんか声のトーンと、あ花子だと思って楽しかったです。すごい刺激的で、でリオちゃんに関しては前も共演させていただいたことがあって、もうすっごい天真爛漫で本当にいい子なんですよ、素のリオちゃんが。なので本当に彼女がお友達役でよかったなっていうくらい、もうガッともうムードが出来上がったので。高楽君もノルウェーの森の時一緒で、やっぱりすごい刺激的でした。皆さんやっぱりそれぞれ本当にとてもなんか繊細に演じられていて、頑張らなきゃって思ってました本当に自問自答する時間とか、自分が何が好きなのかとか、どういうことをやりたいのかっていうのをすごい考えたし、すごい突きつけられた年だったなと思います。20代はやっぱり本当に自分は映画に出るとももちろん思ってなかったし、10代の時はもうモデルだけをやると思ってたので、ファッションが好きだったし、でも本当にいろんな方が私の可能性を見出してくれたのが本当に20代で、ね、言ってくださってる方が私にこれができると思ってくださってるから依頼してくれてるんだろうなとか、そういうふうにこう周りを信じてなんかやってた部分がすごいあったし、その周りの方に本当にいろんな自分の知らない部分を引き出してもらったっていうのはすごいあったんですけど、でも本当に果たして自分としては今までいろんなことやったけど、じゃあ何が自分がやりたいのってすごい考えた時に、自分の好きなものっていうのはすごいシンプルなんだなと思って、やっぱり芸術的なものだったりとか
それは音楽とか、まあ、アートとか、まあ、ファッションもそうですけど、まあ、演じることもそうですけど、すごい芸術的なことが自分はすごい好きなんだなっていうのをなんか改めてすごい感じることができて、なので自分がピュアにやりたいなって思う表現をやりたいです。来月お見合いするの。結婚すれば幸せになれると思ってた。花子にはさ、夢なんかあるの？上京すれば自由になれると思ってた。私がどこで生まれたかも知らなかったでしょ。同じ空の下、私たちは違う世界を生きていた。ミキさん！あの子は貴族。